今度の仕事はな、あそこに日本一でかい製鉄工場作った。つまんねえ極道の意地じゃねえんだ。将棋を捨てて大義に生きるってことだ。笑っちゃいけない。そんな話はこちらの旦那だけで耳にタコができたぜ。待ちな坊や、あんまり意気がんじゃねえ。さつなったらどんなことになるか分かってるはずだ。あまり無茶すんなよ。旦那組は解散したんだ。兄貴面よしてくれ。私たちは悪いことをしたのね。ヤクザだから警察にひどい目に遭わされてもしょうがないのね。法律を破ったんだから、これが当たり前のことなのね。